町のホールで県知事をもちろんいましたし、そこの前で踊らせていただきました。せいやはですね、もちろん、鹿沼市を PR することは前提なんですけども、栃木県をですね、しっかりと全国に、そして全世界に広めるために日々、活動をしてまいりました。それではですね、続いてやる曲、これも皆さんの前でね、あの久々なんですけどもね、あのもうよさこい坊ちゃんの方たくさんいると思うんで、あのもうあれだろうっていうのは分かると思うんですけど、それですをやりたいと思います。それどれだどれだ。それでは参ります。気をつけレイ。よろしくお願いします。戦国の絵が幕を閉じ、荒れ果てた下野の国鹿沼塾、悲しみに暮れる鹿沼塾に未来や希望はあるのか。鹿沼に生まれ鹿沼で育った誇りを胸に、先人が切り開いた技をつなぎ、必ずや切り開く。いざ。秋の日の